コンテは、キューバ出身のパーカッショニスト。ソロ活動のほかセッションミュージシャンとして、スータのミュージシャンと共演している。楽器メーカーのマイネル社やジルジャン社から、シグニチャー楽器を出している。キューバにおける子供時代から、コンテは、音楽の旅を始め、ギターを弾き始めた。しかし、すぐに、パーカッションに切り替え、それ以来、彼の主要な楽器であり続けた。 彼はキューバ軍での兵役を余儀なくされるのを防ぐために1967年に両親からロサンゼルスへと送り出された。その頃、ロサンゼルスの音楽コミュニティは非常に活気に満ちていたため、これがコンテの人生における転機となった。ロサンゼルスシティカレッジで学んだのはこの時期のことであった。コンテは音楽的に多彩であり、1973年までに 地元のクラブで定期的に演奏するようになっていた。彼はすぐに多忙なスタジオミュージシャンとなり、1970年代を通じてラテンジャズバンドのカルデラで演奏した。1980年代、コンテはマドンナ、ギタリストのアルディメオラ、アンディナレルなど様々なミュージシャンとツアーを行った。彼がバンドリーダーとしてデビューしたのは1987年、ショパンの サラサのラテン語版が含まれたアルバム、ラコシナカリエンテをリリースした時であった。コンテはまた、1995年に、パッドメセニーグループがリリースした、ウィリブヒア2020年に、パッドメセニーがリリースする、From ィス i s Place でパーカッションを演奏している。アイマザーアースの最初の2枚のアルバム、ディックとシーナリーフィッシュでも同様である。コンテは、ジェームス・テイラーの、 バンド・オブ・レジェンズの一員としてツアーを行った。また、バンドリーダーやサイドマンとしてアレックス・アクーニャ、ジャガーレス、ラリー・クリマス、デビッド・ガー・フィールドなどの著名なミュージシャンと一緒に演奏した。ルイス・コンテは1997年のフィル・コリンズによるダンス・イントゥ・ザ・ライトツアーと2004年のファースト・フェアウェルツアーに参加し、アフロ・キューバンのパーカッションを演奏して、 コンサートでの歌に深みを加えた。また、1996年と1998年には、フィルコリンズビッグバンドツアーで演奏しており、後に、フィルコリンズノットデッドイエットツアー2017、2018でも演奏することとなった。1999年、コンテは、マナーの MTV アンプラグドプロジェクトに協力した。2009年、セルフィオバジンのアルバム、 ベンジとアントレラス・ムヘレスで一緒に演奏した。abchttp:/www.luisconte.com ス,ス,スラッシュ。ありがとうございます。